具材がすごいでしょ。ああ、これだよ。どうも、至高の龍二です。ということでですね、私の最高傑作と言われるこのレシピ本、僕これまで14冊ぐらいのレシピ本を出してるんですけども、今までで一番出したかった本、僕至高のレシピって8つほど出してるじゃないですか。全てこの本を作るためにやりました。至高のレシピっていうのは僕が最短で最高の味を作るっていう風なコンセプトをもとにやってるもので、作り方はね、プロが見たらね、マジで邪道だとか、めちゃくちゃ研究した結果邪道になったっていうレシピ本なんですね。これを今回発売します。12月3日発売、イエーイ。このチャンネル登録してる人はぜひ買ってください。僕あんまりチャンネルとか買ってくれとかそんなに言わないんですけども、これは絶対損しないのでバイブルにしていただいて大丈夫です。基本のレシピが100個入ってるんで、これを見てやっていけば必ず美味しいもの作れます。動画だと10分見ないといけないじゃないですか。調理工程飛ばしても5分ぐらい見なきゃいけないんで、これ見るとすぐに作れます。まあもう俺の商品のプロモーションもういいかな。今回はね、このレシピ本にも搭載されてるこの時期でぴったりなクラムチャウダー、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。今回クラムチャウダーですので、アサリ、アサリって皆さんスーパーに、まあ、砂抜きしたものを売ってると思うんですが、砂抜きされてないものも売ってるし、結構扱いづらいと思うんで、今回ねこれ使います。業務用スーパーの冷凍アサリ、はい、業務用スーパーじゃなくても殻付きの冷凍アサリ売ってるとこあると思います。はい、これ使います。もしくはなんかボイルしてある殻付きのものでも大丈夫です。はい、だしと一緒に真空パックされてるんで加熱済みです。これを使うとすごく味が深まります。で、これだけだと足んないので、冷凍のこれ剥きアサリです。これはスーパーとかにも絶対売ってますね。これね、この2つをダブル使いすることによって本当に生のアサリを使ったともう遜色ないぐらい美味しいクラムチャウダー作っていきます。で、お野菜群です。じゃがいも2個で、まあ、ちっちゃいの2個かな、 180g で、玉ねぎ1個 250g のもの、人参が1本 150g で、舞茸1パック 100g ぐらいね。舞茸であってもエリンギとかでも全然、マッシュルームとかでもいいです。はい、で、ベーコンが 60g。 ベーコンはクラムチャウダーってまあアメリカの料理なんですけども、ベーコンで出汁を取るところが結構多いです。なんで、ベーコンも入れます。スライスでもいいですし、こういうブロックでも全然平気です。こいつを入れることによって、このアサリとベーコンのダブルの旨味が効いてものすごく美味しくなります。あとは概要欄に材料を説明してありますんで、今回はこれでやっていきたいと思います。至高のクラムチャウダーを作る上で何が重要か、自らを至高にしていくことですね。このくだりは割と飽きたんだけどね視聴者さんも飽きてると思います。あれ、チューマシン1号。はい、これで至高のハイボール完成でございます。じゃあいただきます。くー、これがないと始まらんのよ。至高の粒子劇場始まるよ。いや、じゃあ切りましょうか。挽回、今回ちょっと細かくしちゃいましたけど、もうちょっと粗めでも全然平気です。もうちょっと太めにいこうか。半分は割とちょっと粗く切りました。まあでもね、誤差でしかないです。はい、こんな感じでございます。で、切り終わったら入れていきます。まあ粗みじんみたいな感じですね。はい、人参はこういう感じでちょっとね、太めの斜め切りにするんですよ。こうやって、ちょっとこう千切りにします。ちょっとね太めで大丈夫です。はい、じゃあ全て、そしたら3等分ぐらいに分けて、こいつを横にして、こうやって切っていくんですね。はい、そうすると細やかな、はい、粗みじんになります。まあキューブ状ですね。クラムチャウダーはね、これぐらいね、キューブ状にした方が、お野菜キューブ状にした方が美味しいです。はい、そうするとね、一口にアサリと人参と玉ねぎとお野菜一緒に入るようになりますんで、味のコントラストが良くなるんですね。今度じゃがいもです。じゃがいももさっきみたいな感じで1センチないぐらいに切ります。皮ね、剥かないでいいです。皮剥かないでいいんですけども、剥いた方がいいケースっていうのがあって、これちょっと後で説明しますね。皮
皮があってもね、口当たりはちょっと皮の感じもしたりするんですけども、これぐらいね細かく切っちゃうとねほとんど感じないです。クラムチャウダーみたいに食感が生かされるレシピだとじゃがいもの皮ほとんど気にならないと思うんで、もしね気にならない方はやってみてください。はい、もし気になる方はね皮むいてくださいね。で、むいた方がいい皮っていうのはこういうのですね。これちっちゃいのなんですけど、皮がねちょっと緑色になっても分かります？皮が緑色に変色したじゃがいもっていうのは中毒症状が起きるかもしれないんで、こういう時は剥いてください。もちろんね芽があったら剥いてくださいね。これね、そうしましたらこっちも、同じようにで、ここでじゃがいもをバットに鍋でもよかったね。鍋にします。でお野菜ね、バットにわざわざ移してたんですけど、全部お野菜ね、もうフライパンに入れちゃいましょう。これめんどくさいから。で次ベーコン、ベーコンもさっきと同じような感じ、もうブロック型にで、薄切りの場合も角切りにしてもらえば大丈夫なんで。はい、じゃあ角切りになったらですね、全部これね、ベーコンからいい味が出ますから、ぜひ入れてくださいね。これね、舞茸です。でこれお好きなキノコでいいですから。でもまあマッシュルームか舞茸、エリンギぐらいが合うかな。炊いた舞茸をこうやって横に切っていくと、さっきのねダイスカット状になりますから、舞茸もねダイスっぽくしちゃって大丈夫。これで下処理は終了なので、これから炒めに入ります。ここにバターをバターっと入れます。はい、で火かけます。でここで炒めていくんですけども、お塩ねまあ大体2つまみぐらいでいいと思います。はい、で熱でバターが溶けてきます。でこいつで全体的にこの具材を炒めていきます。この大量のバターでこのお野菜たちを炒めて、バターを吸わせるようなイメージですね。でこのクラムジャーダね、ものすごく具沢山なんですよ。なんで栄養価もすごく高いです。多分ね5人前ぐらい取れると思います。普通に大きめのフライパンか鍋で作ってくださいね。これね、じゃあですね分かりますか、こう全体的にツヤってきたの分かります？こんな感じで。そうしたら薄力粉ね大さじ4杯、まあできればふるって入れる方がいいんだけど、まああんま気にしなくていい。なぜならこっから炒めちゃうから。で粉っぽくなくなってくるんで、そのうち粉が見えなくなってきます。そしたらですね、ここにまず殻付きの方、これねこの氷の部分も入れてくださいね。はい、なければこれ全然生のアサリでも全然構いません。あと冷凍アサリ、冷凍アサリこれ具になります。やっぱねアサリいっぱい入ってた方が美味しいん で冷凍むきアサリってそんな高くないんですよ。なんでこれ入れていきます。はい、原価的にもすごくすごい。で軽く混ぜたら、ここでですね日本酒ね、 100cc の日本酒、これでね甘みと旨みがつきます。でここでアサリが生の場合は蓋をして蒸してアサリを開かしてください。日本酒はアルコールを飛ばすために少し炒めます。とは言っても 100cc だけなんで、すぐ飛びます。まあどうですか、具材がすごいでしょ。はい、そしてこれが根幹のこの牛乳ですね、ミルク 700cc 入れます。ほらどうですか、クラムチャウダーっぽくなってきただろう。でここにコンソメ大さじ2、まあ、これね調整していただいて大丈夫です。僕は結構しっかりした味つけるんですけども、ちょっと少なめに入れて後で味調節してもいいんです。はい、そしたら最初は強火で沸かしていって、そうするとねだんだんこの薄力粉とこのまあちょっとねじゃがいももとろけてますんで、スープがちょっととろっとしてくるんですね。それまで、最初は沸かす、強火で。じゃあですね牛乳入れてから結構沸かしました。わかります、このとろっと感で。ここになければ普通の胡椒でいいです。あればホワイトペッパー、これぐらいね、思ってる2、3倍の。ホワイトペッパーっていうのはクリーム系とすごく相性がいいので、すごく上品な香りに仕上がります。でこれを溶かし込んでいく。あーこれだよ、これです。はい、持っていきますね。はい、仕上げにパセリを、パ
パラパラ。こちらで至高のクラムチャウダー、完成でございます。はい、それではできました。いただきたいと思います。お願いします。くわ、ワインです。はい、それではいただきます。いただきます。やばいぞ、アサリの旨味がやばいっすね。ホワイトペッパーのスパイスも効いてますね。すごく濃厚なんだけども全然しつこくない。これね、スープじゃないですね、メインですね。これね、めちゃくちゃうまい。お野菜がたっぷり入ってるんで、噛んだ時の食感がすっごい楽しい。飽きない味なんかもしれないでしょ。タバスコでございます。これか、最高に美味しい。タバスコで酸味と辛味を与えてくれるんです。ぐっとね、また別の料理に変化します。すごくスパイシーなクラムチャウダー、これがね、ワイン合うわ。あー、ちょっとちょもって、チアーズ。じゃあ早速いただきます。うん、うまっ。めちゃめちゃうまいっす。これでずっと飲み続けられますよ。で、ずっとこれで飲んでた。マジでうまいっす、これ、うん。日本酒のね、旨味はね、すごく効いてるんだよね。白ワインとかだと結構酸味が立っちゃったりするんだけど、日本酒だからね、すっごくまろやかなの。まろやかなのに、胡椒効いてますね。それがなんかいいパンチもたらしてくれる。バランスがめちゃめちゃいいですね。でもしもっと濃く、まあもうこれ濃く十分だけど、このチーズが、うんうん、いや、マジでめちゃめちゃうまいです。うまいじゃん。おもてなしとかだったり、ちょっとした記念日とかに出してもらうのに、そうだね、クリスマスディナーにいいね。めちゃめちゃいいですね。リア充の皆さんは、この至高のクラムチャウダー作ってください。僕たちはスマブラパーティーします。ありがとうございました。クリスマスね、まあ、クリスマスに相手がいる人はね、はい、我々はね、あれですけど、うん、別にそういう人たちのために作ったわけじゃないんだけどね、はい、まあでも、使ってこれでいいですよ。使っていいですよ。悲しいじゃないですか。やめましょう。いいっすよ。そういうので料理研究があったり、はい、クリスマスディナーとか、やれって言われるか。だから一人でクリスマスディナー作るよ。あ、でも今年のクリスマスは、一応撮影の予定で入ってますけど。え、24日金曜日。24日金曜日、そう、一応撮影するっていう予定だよね。うん。まあ順当に。そうですよね。え、イブなのにいいの。いや、もう、え、哲也いいの。いや、ちょっとうるさい、ごめん。俺ね、毎年来るんだけど、毎年一人でクリスマスディナーライブやってくださいって言われるんだよね。はい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 。それなんかインスタライブでやってくれみたいな。うんうん。今年は断るじゃん。いや、やる、やる。やる。まあ、それやってから、まあ、撮影終わってからそれやって、ちょっとじゃあスマブラパーティーみたいな。え、イブに超楽しいじゃん。男衆でイブにスマブラパーティーやろうぜ。最高じゃない、はい、ということで、僕たちはイブにスマブラパーティーをすることに、なりました。